はい、スリープリークスの水谷です。ペンネーム、ビンス様。お読みすればいいんですかね。VINS 様。そして、太郎様。他、たくさんの方からのご相談ありがとうございました。バブルベースってどうやって作るの ?EDM やダブステップの新設テクニックが知りたい。とか、スクリレックスの音を再現したい。など、この手の音にたくさんの方がお悩みになっているようですね。 それもそのはず。この手の曲はシンセが肝です。各アーティストはシンセに命をかけてます。どうだい俺のシンセぶっ飛んでるだろうとか、このシンセマジやばくねーとか、言ってる内容は全く同じなんですけどね。結局のところ、誰にも真似できないような音をシンセやエフェクトをこねくり回して作ってるんです。残念ながらスクリレックスなどの音は全く同じに再現は難しいのですが、 この辺をこう動かすとそれっぽくなりますよというポイントがいくつかございます今回から数回にわたってそのポイントを簡単に解説しようと思いますまずはこちらをお聞きくださいなんか聞いたことあるような音ですよね 通常この手の曲は数種類のワブルベースやトリッキーなシンセ音を抜き差しして作ります。今回はワブル1からワブル7までの7種類のシンセを1拍、2拍、3拍、1小節単位で抜き差しして順番で鳴らしています。シンセの音作りもそうなのですが、この抜き差しもセンスがものを言いますね。それではまず、 こちらの最初になる音から行きましょう。同じ音とは思えないですね。では、こちらに同じ設定のマッシブが入っています。普通に鳴らしてマクロを動かすと、こんな感じです。いいですね。EQ とオーバードライブをオフにして、マッシブの中身を見てみましょう。 オシレーターの波形はモダントーキング。インテンシティはベンドマイナスを選択しています。エフェクト関係はサインシェイパー、クラシックチューブ、ディメンションエキスパンダーを使ってます。マスターのエンベロープはアタック最速。ディケイ横のレベル、すなわちサスティーンはマックスにしてあります。ボイシングのユニゾーンは6。モノレートとレガートトリラーにチェック。 オシレーターフェズのチェックを入れて、グライドをほんの少しかけてます。ウェーブテーブルとインテンシティを動かしてみると、これだけでもいい感じですね。マッシブ側のマクロ位置をこの2つにアサインするのですが、ポイントは音の変化の幅ですね。まずマクロ位置を一番左にして、スタート位置の音を決めます。 次にマクロ1を右にして最大変化の音の位置を決めます。これでマクロ1を動かせば両方動いていい感じなんですね。マッシブ側のマクロ1をライブ側のマクロ1にアサインしておきましょう。これだけでも良いのですが、 もっと音を強調するために EQ もオートメーションで動かします。このような動きですね。一体どう動いてるんだって感じですよね。3番4番はオフにして、まず2番から行きましょう。フィルターで言うとオールパスの状態ですね。アーの時は低域をブーストして、ウィーの時は中低域をブーストするように同じマクロ位置にアサインしています。 つまみが左の時は 76Hz で右最大で 285Hz になるように設定しました。次に3番。これはフィルターで言うとバンドリジェクトですね。3番の動きは2番の動きと真逆にしてあります。そうすることで強調された感じになります。あとは4番でキャラクターを決めます。今回は500ぐらいに設定してあります。番のフリクエンシーを変えると 少し音色も変わりますので、お好きなキャラクターに設定してみましょう。これで全体の音色の基盤ができたので、より激しくするためにオーバードライブもかけちゃいます。ドライブ50%、トーン57%、ダイナミックス50のドライウェットが22。オーバードライブのバンドパスフィルターのフリークエンシーも マクロ1にアサインして一緒に動くようにしてあります。一番左で829。一番右で50。そしてコンプもがっつりかけています。最後に LFO。マッシブのオシレーター1のアンプに LFO をかけます。シンクで16分の1。波形はスクエア。LFO のアンプのつまみをライブ側のマクロ2にアサインしています。つまみを回すと、 トリッキーですね。あとは実際にオートメーションを書いていきます。今回基本全部 F シャープ1を鳴らしています。たまにオクターブ上下するだけですね。まずはこの部分。マクロ位置をこのように書いてみました。ウィーアーってなるように微妙にスタート位置を調節してあります。オートメーションの書き具合によって発音の雰囲気も変わりますので色々いろいろ試してみてください。 もう一つの方のマクロ1は激しく動く感じにしてあります。次にマクロ2。中を見てみると、後半オクターブ上がってるんですね。レガートをかけてるので、重なっているところは滑らかにグライドするようになっています。そしてオクターブ高い音になったところへ LFO がかかるようにオートメーションを書いています。 このようにオートメーションを組み合わせることで2種類の音が作れるというわけですね。なかなかかっこいいですね。ということで今回はここまでいろいろポイントがあったと思います。パラメーターを少し動かすだけでも違う音になったりします。今回のポイントをヒントにしてご自身だけのかっこいい音を探求してください。 そのための最大のポイントはパラメーターの動きを把握することです。知ることではなく把握することです。知るだけでは引き出しにはなりません。ぜひ把握できるまでいじり倒してください。それではまた次回お楽しみに。ありがとうございました。スリープフリークスではより多くの視聴者の皆様に楽しんでいただけるようなコンテンツ作りを心がけております。こんな動画があると嬉しい。こんな企画を開催してほしい。 この商品を紹介してほしいなど、皆様の貴重なご意見をお聞かせください。弊社ウェブサイトにご意見ボックスをご用意しておりますので、こちらのリンクからアクセスをお願いいたします。なお、プライバシーは弊社が責任を持ってお守りいたしますのでご安心ください。今後ともよろしくお願いいたします。